何ですか、その一歩引いてさ、小顔効果狙ってるんですか。違うんだよ。ちょっとありがとうございました。2017年の11月29日のいい肉の日、はい、次の日がゆちちゃんの誕生日ということで、皆さん祝ってくれましたか。いっぱいもらったね。うん、いっぱいもらったね。ということで、イタニから誕生日プレゼントがあります。そういうことね。まずは、今日はイタニアンコシェンブン、これゆちちゃんがカラオケでなんかあのトレジャーとか歌ってる時に横でイエーイとか書いてました。すいません。それで、あの甲子郎くんとかいろいろ書いたんですけど、あの一発書きなので作画崩壊しました。ごめんなさい。はい、ありがとう。あの世代がちょっと似すぎてね、歌ってる歌が全部私も好きみたいな好みがプリントされてる。はい、ということで、あのセブンイレブンで走ってきました。あの先行物販やってる時に。はい、あと、はい、こちら何ついに、ゆうちにあげます。はい、どうぞあげます。やったー、コウシロウさんです。ハッピーバースデーとコウシロウ。いいじゃない。いいでしょう、かわいいでしょう。女子力発揮したっしょや。すごい。はい、こちら、クッキーと割れなくてよかったぜ。私これ大好き。あ、やったー。はい、かわいいでしょう。傘ですよ、雨降ったらこれ使ってくださいよ。いいやだ、なんでやねんって言ってよ。え、これはあのゆうちちゃんとね、何ですか、カラオケの鉄人に行った時に、うん、カンボジア開けてね、ほんでゆうちちゃん太一と交換してくれるって言ったけど、多分ないだろうなって思ったし、あげようって思った。どこかに入ってる。いいよ別に。いいよ。え、でもね、これいいと思うね。ちょっとかぶってる意味がちょっと、まあどう考えても虫なんだけど、でもいいよね。うん、いいよね、すごいいい幸四郎さんです。今日ね、よかった、ありがとうございます。つけてください。はい、つけて登場しようと思ったんだけど、うん、やめました。あの幸四郎のさ、あの BGM 良かったよ。あ、良かったです。勝手に使いました。太一さん、ゆうちさん、ありがとうございます。やりたかったんだけどさ、もう余裕がなかったね。ギター音に、うわ、ごめんなさいって感じでした。はい、ありがとうございました。ありがとう。はい、じゃあ、あの今度デジモンじゃないやつのカラオケも歌いましょう。うん、なんか絶対世代、確かにね、絶対ね、好みが似てる。普通に楽しめる、ね、楽しかった。あ、楽しい。トレーシャーはびっくりしたね、普通に。トレーシャー歌ってる人いるよみたいな。私もピアノで弾き語り練習したことがある。カセットでめっちゃ聴いたのに。後ろだなって思って、好みがちょっと似すぎてて、笑っちゃったよ、後ろで。ハハでした。あのやつじゃないですか、違う。何何どれ、あの、モームスのベストを持ってたやつで、うん、お花がいっぱい。あ、あとね、サーブ、そうそう、あの、行きましょい。あ、そう、行きましょいね、行きましょいね。アルバム。あの、下妻物語だと思います。下妻がいいな。はい、ありがとうございました。バイバーイ。